え、ミックスボイスって結局何っていうことなんですけど、いまいちよくわからないという人がたくさんいると思います。2つの音域に分けます。中音域のミドルミックス、高音域のハイミックス、この2つは両方ともミックスボイスなんですけど、感覚的に結構違います。ミドルミックスっていうのは地声で出る音域にあえて裏声成分を混ぜてちょっと声に透明感を出します。地声に裏声を足してる。逆にハイミックスっていうのは裏声でしか出えへんでっていうところに地声成分を混ぜて厚みを出していきます。ハイミックスは裏声に地声を足してるっていう感覚です。実践してみましょう。ミドルミックス、地声で歌うと分厚くなりすぎる音、魔法の絨毯で言うとアラジンのように魔法の絨毯に乗って、ちょっと分厚すぎてこの曲の雰囲気が壊れちゃいます。ここに裏声の成分を足してアラジンのように魔法の絨毯に乗って、こういう風に透明感を足していくっていうのがミドルミックス。地声で出るけどそこにあえて裏声を足していく。次にハイミックスですけど、シトラスという曲のサビの一番最初の音、めちゃくちゃ高いドシャープという音です。ドシャープという音からいきなり入るんですけど、何も考えんと出したら離さないって裏声で出るのが自然な音域なんですよ、高すぎて。ここに地声成分をミックスして離さないって、普通なら裏声で出すところにあえて地声をうまいこと混ぜていってミックスにしてます。まあミドルミックスもハイミックスも両方ともどうやってやるのかっていうのは結構難しいんですけど、まずそれぞれのミックスボイスの意味と役割を理解してから練習するっていうのが大切だと思います。